どうも皆さんこんにちは、こんばんは。明けましておめでとうございます、ゆうこるです。今回はですね、クエストダンジョンに1月クエストが来ていますよね。はい。でまあ上の方はいいとして、まあ新年一発目のチャレンジダンジョンレベル10ということで、全属性必須のねスタミナ100ダンジョン、今回はこちら炭治郎パーティーを使って初見攻略やっていこうと思います。まあやっぱ新年一発目ということで、最強リーダーを使ってね気持ちよくなれたらなと思っております。やっていきましょう。それでチェーンとかしてきたらマジ許さん、ほんまに呪うからな。それだけはないってやつか。まあまあでも言うて別にインス耐えれるから、倒せるから。いや別にね、俺もずっと思ったんですよ、リーダーこれでもいいよなって。そう、でも余裕よ、はっきり言って炭治郎なら。はい、これで10コンボでどうですか。あーやばいね。 OK 了解。いやでもこれあえてここまで削って、こいつ確か2ターンぐらい待ってくれなかったっけ。だよね。じゃあ1ターン耐久、はい、1ターン耐久。これ思ったんですよ、これ別にバキ打ってあげればいいんですよ。バキ打ってあげて、あー火がないか、あるね、 OK。 ネズコ打ってあげて、これで倒したらいいんですよ。いきます。やっぱ新年一発目、高火力でまずは気持ちよくなってねやっていこうと思います。オッケー、こんな感じ。はい、無効感含みながら5678910111213、ガドブレも入って軽くも乗ると思います。15コンボ。さあこれでまずはしっかりとペッタッ、ナイスという感じでね、まずはこんな感じで削り切っていきます。はい、で続きまして2階層。なるほど、暗闇ですね。暗闇 100% 耐性にしていますが、ちょっとこれ盤面めんどくさいんでサリ打っちゃいます。でこれで回復生成してもらって、炭治郎打っちゃって、追い打ちで倒していきます。そう。やっぱ結局炭治郎パーティー安定感高いんでね。はい、特に負けることもなく、しっかりと倒していきます。ちょっとね、全属性必須だったんで、ダンジョン潜入時がめんどくさかったですが、まあ、サリーとかバキとかっていうね、もう意外と違う属性を持った強キャラもたくさんいるので、まあ、全然組めるかなって感じです。で、3階層。なるほど。属性吸収無効は、色によってはこれね、打ちましょう。さあ、何色？オッケー。じゃあ木と闇だったらもう炭治郎の火読んで抜けるんで、炭治郎火読んで倒していきます。はい、やっぱ最強リーダーのいいところはね、こんな感じでサクッと回復出せるんでめっちゃ楽なんですよね。はい、で続きまして4階層。核閃光か、66000、え強ない普通に。で次打ちます。はい、炭治郎を打ってあげて、ちょっとドロ強が入んないと、うわぁ火力が不安だけど、一回火力出していきます。なんかラジャーみたいな盤面だね、あのお正月の新キャラのラジャーみたいな盤面になってますが、はい、まずこんなもんでいいでしょう。ヒーヨン含みながら全力コンボしていきます。14コンボ15コンボ。さあどうだ、倒しきれるか。バキならナイス、バキでゴリ押していく。さあ続きまして5階層。ここもまあ普通に追い打ち組みながら殴っていきます。読んで、さてずれとるやん。はい、こんな感じ、追い打ちと火の4コンボ。いけるっしょさすがに。ナイス、削り切っていく。さあ続きましてボス、新年一発目で負けるわけにいかないからな。ドロシー何してくれんやったっけ。ジムコ、はいはい、さてだるこれはだるいっすね。めんどくさい。はい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 、すごいすごいすごい、危ない。オッケーオッケー。まず一回縦張ってあげて、はい、ルエットうぜえな、待ってルエット邪魔だわ。いいね、コヒオン使ってあげて、ここは全力回復がいいかな。全力回復します。上が闇になって回復になったら離します。はい、こんな感じ、ヒヨン入れながらしっかりと回復にセット入れてあげて全力回復。あと2ターンだもんね、変身終わるまで。どれしめんどくせえな。じゃあここもネズコ打ってあげて全力で回復していきます。こんな感じかな。
はい、しっかりと火4と回復2セット入れて全力回復、これ耐えていきます。耐えれるでしょう。てか何してくんだ、指現象。 OK、 完璧。じゃあここでサンズロ打ってあげて、サンズロ打ちます。やだやめて、やだ色がない。ここはもう男ならね、新年一発目いいパズルで決めなきゃなと思うんで、6秒え約束と違うタイプのやつどう組むかだよな。4つなんですよね、下にあるのが。ってことは上で火2個作ればいいんで、 OK、 いきます。OK、 こんな感じかな。はい、無効貫通含みながら9コンボ。 OK、 新年一発目しっかりとノーコンしていきます。 OK、 実質ノーコン。はい、こんな感じでクリアしていきました。はい、まあやっぱね、一発目だからね、先ほど炭治郎で勝っていきましたが、まあレベル10結構ね難しかったね、ルーレットあってなかなか大変でしたが、まあでもクリアですね。では続きましてレベル9いきましょう。もう水いい。ちょっと今やってみた感じレベル9の方が気狂ってるんだよな、マジで。なんかダンジョンが難しすぎる感じがするんだけど、気のせいか。まあ、とりあえず一旦ここはサリー打ってあげて、サンズロ打ってあげて、ネズコ打ってあげて、セイナを限りなく変身に近い状態にしていきます。一発だけ耐えてください、ちょっと隙別見たくないんで。まず1ターン目一発なら耐えてくれると信じて。なんだこれ、なかなか今すごいパズルだったけど、一発なら耐えてくれるでしょう。10万ナイス。でセナ打ちます。はい、セナ打ってサンズロ打ちます。で爆弾1個だけ消えたら OK、 セーバー打ってあげて、まず一旦盤面整理していきましょう。まあ、序盤はねそんな強くないんで別に盤面整理で OK。 はい、こんな感じでとりあえずまずは盤面整理していきます。さあ、ここからが本番ですね。倒せ、惜しい。あ、やっぱそう、待って、やめてやめてやめて。じゃあここはこんな感じかな。とりあえず一旦こんなもんでいいでしょう。はい、火のエル含みながら火水消してあげてしっかり倒していきます。まずここはサクッと突破していく。はい、で続きまして2階層ですね。2階層ミストルテインですね。ここは炭治郎とセーバー打っていきます。封印は 100% だから大丈夫。炭治郎とセーバー打ってあげて、無効貫含みながら OK、 こんなもんかな。6、7、8、9、10、11。火力はどう、いやちょっと低めか。いや、ワンパンしていく。 OK、 倒していく。はい、で続きまして3階層、戦いの場を用意してやろう。こいつ怖えんだよね、多分76で行ったらえぐいことしてくると思う。編成してるからなおさらやばそう。あの裏修羅とかのペルセウスってこいつ覚醒だったんで、編成って考えるともっとやばそうですね。超くらい目じゃなくてもっとえぐいことしてきそうだけど。はい、ここしっかりと無効貫で削り切っていきます。12コンボ、これで OK、 倒していく。さあラスト、気づいたらラスト余裕なんじゃないかと思ってね、あの最初も行ったんですよ。そしたらこいつが待ってて、ちょっと見てほしいんだけどね、やばくて。こいつ2億以上ダメージ無効で 90% で張ってるんですよ。多分俺の予想 HP は200億あります。つまり実質的なメノアですね。なかなかやばいよ。まず一回ちょっと削りチャレンジいきましょう。76だから指が短いってのもまた難しくて、結構パズル力も問われるって感じかな。まあ、ずれられるとちょっと怖かったけど、いい感じに組めたんで OK。 さあ無効貫含みながら泥鏡入れまくって14コンボ。今回泥鏡しか対策してません。ナイス、半分でかい、あるぞワンチャン。見えた、いや耐えるはず。よし OK、 ギリギリなんだけど。マジでこれとんでもねえな。激減スキルとか持っていった方が安定する気がする。さあ行きましょう。火の無効貫組んであげて、水、いや下で水だな、ここで水 OK。 これで火の無効貫含む6、7、8、9、10、11、12、13、14、15コンボ、これで倒してくれなかったらもう無理だよ。お願いします。ナイス OK、 こんな感じでぶっ倒していきます。はい、ということで
チャルダンレベル9もね、新年早々しっかりとクリアしていきました。いかがだったでしょうか。まあこんな感じがね、僕の1月クエストでした。まあまたお正月キャラの新キャラとかはね、この後使ってみた動画上げていこうと思うんでよろしくお願いします。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。